こんにちは、コスケです。今回はワークマンの冬用のパンツでめちゃくちゃあったかい製品見つけてしまったので紹介したいと思います。それがこのパンツでございます。これめちゃんこあったかいんですよね。製品名はあたたか裏ボアリラックスパンツという製品になっていて、ワークマンで売っているんですが、作っているのはアサヒファイブという会社みたいですね。価格は1900円で、今回は L サイズを買っています。ここに書いてある通り、裏ボア仕様でとても暖かく、そしてリラックスして履ける柔らかいパンツなんですよね。こうやって見てもフリースのパンツという感じですよね。このまま外に履いていくようなものではないと思いますが、ルームウェアとしてはとても優秀だと思いますし、両サイドにポケットがついているので使い心地もとてもいいです。腰の部分は見てわかる通りかなりしっかりしたゴムになっていて、ズルズルと下がってくるようなことも今のところありません。表側の生地は触るとすぐわかるんですが、ふわっと柔らかい肝素材になっています。肌に触れない部分ですが触り心地もいいです。そしてこうやってよく見てみると、ちょっとデニムっぽい素材に見えますよね。そして注目なのが裏地です。裏ボア仕様ということもあって、ふわふわの毛になっていますね。これがあったかいんですよね。もちろん肌触りもよく、履いていてもとても気持ちいい素材となっています。この肝のおかげで結構分厚い生地になってますね。そしてこの裏ボア、腰の部分だけじゃなく足の先の方まで全部同じ仕様になっています。足まで暖かいというようなパンツですね。ちなみにこの製品パンツだけで1900円なんですが、実は上下セットもあって、上下セットだと2900円で売っています。あまり売れてないのか、この時期すでに値下げされていて、僕は1900円で買いました。ただこれの上はあんまり僕の好みではなく、正直着てないので、下だけ使っているという感じですね。ちなみにこれがセット販売されている上のシャツなんですが、これキルト編みでちょっと分厚い生地なんですよね。ただ中は下のパンツのように裏ボアにはなっていませんし、着心地の良さも下のパンツとはちょっと違うかなという感じがいたします。ただこのパンツはめちゃくちゃいいですね。本当にあったかくて肌触りもいいパンツとなっています。じゃあ早速着てみましょうか。176cm65kg くらいの僕が暖か裏ボアリラックスパンツのL サイズを履くとこんな感じになります。一応セットの上も着てみました。見ての通りゆったり設計ということもあってか、首周りかなり大きくなっていて、なんか若干だらしないような感じに見えてしまうということと、なんか少し硬い感じがして着心地もあんまり良くないんですよね。着せられてる感があるというか、 L サイズのセットなんですが、あまりこうフィットした感じもなく、僕の好みではないかなという感じでございます。ちなみに裏ボアではないので特別あったかいということもないです。では本命のパンツ見ていきましょうか。これは上のゆったり設計と違ってフィット感抜群で、しかも柔らかいので動きやすいんですよね。もちろん窮屈という感じもなくて、僕の身長でだいたい L サイズぴったりだと思います。見ての通りこのパンツ下に向かって少し細くなっていて、ちょっと下の方キュッと締まってるんですよね。そのおかげでふわっとした服に比べて裾のあたりから冷たい空気が入ってきにくいです。これもなかなかいい点ですよね。お腹周りもちょうどいいですね。空腹時でウエスト88ぐらいの僕ですが、かなり余裕があります。そして勝手に下がってくるというようなこともなく、 L サイズでぴったりサイズという感じでしょうかね。それでは腰の両側にあるポケットのサイズ一応チェックしてみたいと思います。まずは iPhone ですが、これを入れてみると当然すっぽり入りますね。大きめのスマホでも全く問題なく入ります。そして僕が普段使っている長財布ですが、これもすっぽり入るくらいのサイズ感で、結構大きめのポケットではないでしょうかね。本当に気に入ったので結局4本も買ってしまったんですが、これ気に入ってるの僕だけじゃないみたいで、気がつくと妻も履いてるんですよね。あったかいみたいです。ワークマン確かにコスパのいい製品ばかりなんですが、久々に僕の中で大ヒット製品となりそうです。先日車中泊の時にも履いてみたので、その時の映像もご覧ください。
今日車中泊に来ているんですが、最近めっちゃ愛用しているワークマンのパンツ持ってきています。これアサヒファイブだったかな、ワークマンに売ってる、あ、書いてあるね、アサヒファイブのすごいあったかいパンツなんですよね。ちょっとこう、このまま外に着ていくのにはポケットとかもついてるんですけど、使いにくいデザインではありますが、ルームウェアとして、まあ、もしくは車中泊とかアウトドアの時に履くパンツとしてはめっちゃいいと思う。柔らかくて動きやすいし、まあ、とにかくあったかいんですよね。じゃちょっと着替えましょうか。さあ着替えました。すごい履き心地はいいですね。履き心地抜群で肌触りもいいし、で何よりあったかい、あったかいです。なんかこうアウターとセットになっている外で使うパンツの中に履いてもかなりいいんじゃないかなと。どうしたの。いう感じがします。すごいいいですね。肌触りとか動きやすさは抜群なので、パジャマとしても使えるんじゃないかなと思います。車中泊の時に、まあ、これを履いて寝たり、アウトドアキャンプの時に寝袋の中にこれを履いたりすると結構あったかいんじゃないかなというふうに思います。僕すごいこれ気に入っちゃって3本か4本ぐらい買っちゃいましたね。1900円なので、まあ、そんなに高くないですし、非常にあったかい、あったかいパンツでございます。で見たらわかると思うんですが、ここら辺、まあ、ゴムは入ってないと思うんですけど、結構キュッと締まる感じになってるんですよね。なので動いた時も、まあ、ここから冷たい空気が入ってきてスースーするというようなことはないですね。で腰回りも、まあ、すごい見てわかりやすいと思いますが、結構強めのゴムになっていて、ベルトなんかをしなくても下がってくることはないと思います。なので本当ルームウェアとかなんかの中に履くという場合には最適のパンツではないでしょうか。まあ、生地の感じもいかにも桃引きみたいな感じはないので、僕はもうルームウェアとしても使ってますし、まあ、こういう車中泊の時の車内で過ごす時間にも使っております。冬にはすごくおすすめの製品ですね。しかも結構売れ残ってます。あまり人気じゃないのか、みんな存在を知らないのか分かりませんが、これ上下セット値引きされてましたからね。あの下だけで1900円で、上下セット2900円なんですけど、1000円引きで1900円になってました。まあ上使わないのでどっちでもいいんですけど、結構普通に買えると思います。というわけで今回の動画はここまでとなります。このワークマンに売ってるアサヒファイブのフリースかな、まあ、値札とか出しておきますが、非常に僕は気に入ってますね。久々にワークマンで新しい製品を発掘してしまいました。それではまた次回の動画をお楽しみに。